グレートデーンのジョージは11歳の少女ベラちゃんの支えです。文字通り彼女の体を支え、そしてその心をも大きく支えています。病気を抱えてたくましく生きる少女と支え続ける優しく大きな犬、彼女たちは素晴らしいパートナーです。お互いになくてはならない大切な存在なのです。ベラちゃんは生まれつきモルキオ症候群という病気を患っています。骨格の形成に異常が起こり、背骨が歪んだり骨が変形したりする病気です。そのため小さな頃から何度も手術を繰り返してきたベラちゃん、さまざまな治療に耐えてきたたくましいベラちゃんですが、病気のため歩くことは苦手です。これまで松葉杖や車椅子を使用してきました。ところがベラちゃんは今それらを使うことはほとんどありません。力強いパートナーが現れたからです。それが介助犬のジョージ。グレートデーンのオスで体重は60キロ近くあります。19キロしかないベラちゃんから見ればとても大きく感じることでしょう。けれどその大きな体は恐怖の対象ではなく、むしろ頼もしさの象徴なのです。ベラちゃんはいつもジョージに寄りかかり、少し体重を預けながら歩きます。ジョージはしっかりとベラちゃんを支えます。ふらついたりすることもなく、力強い足取りでベラちゃんの助けに慣れていることを誇りに感じているようにも見えます。ジョージと出会ってからベラちゃんの世界は大きく広がりました。これまでは一人で歩くことが苦手だったベラちゃん、でもジョージのおかげで歩くことに自信を持てるようになりました。少しずつ長い距離を歩けるようになり、今ではショッピングモールでのお買い物を楽しめるようにだってなったのです。公園で走ったり遊んだりすることだってできます。ベラちゃんは少女らしい楽しい生活ができるようになったのです。ジョージのおかげで娘は随分強く活発になりました、とベラちゃんのお母さんは言います。ベラちゃんを愛する家族にとってもジョージとの出会いは本当に嬉しいことだったのです。ジョージはアメリカンケネルクラブから表彰を受けました。ベラちゃんを支えているだけでなく、家族や地域の人々にも良い影響を与えているからです。介助犬のことをよく知らなかった人にもジョージの活躍を知ってもらうことで関心を持ってもらえるでしょう。ベラちゃんを支え続けるジョージも優しいベラちゃんのことが大好きです。ベラの言うことなら何でも聞くの、とベラちゃんのお母さんは笑います。お互いを大切に思うベラちゃんとジョージ、彼女たちは大親友となりました。これからもジョージはベラちゃんを支え続け、彼女からたくさんの愛情をもらうでしょう。ジョージとベラちゃんはお互いを心の支えとし、その絆は深まり続けていくのです。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。